今回はですねメダカの冬の管理方法や日々のね冬場のお世話の方法なんかをね詳しく解説していきたいと思いますまあメダカのねベテランさんたちはねまあこんなこと知ってるよっていうね、ことかもしれないですけど今年ねメダカを始めた方とかね初心者向けの動画になってますので是非、えー、ね今年からメダカを始めてねだんだん寒くなってきて水温も下がってきて動きも鈍くなってきて餌もあんま食べなくなってきて冬に対してね不安でよっていう方はね是非ね動画最後まで見ていただければね,メダカのね冬の の管理方法と、ね、お世話の仕方等がねわかると思いますのでぜひ、ね、動画最後までご視聴ください気になる点は冬の餌とか容器水替え防寒対策とかビオトープのお手入れ等だと思いますのでその辺をです、ね、詳しく解説していきたいと思いますでまず最初に一番気になると思うのが餌ですねまあ、これからね、えー、気温が下がってくるので 餌はでですすねねねね日中のの、ね、暖かかいい時間にほんの、ね、少量あげるっていう感じですか、ね、ただねまあまだ、えー、と最近ね寒くなってきたばっかだと思いますので、まあ、12月とかまだねそこまでめちゃくそねめちゃくそ寒い1月2月に比べればそこまで寒くないような感じだったら日中の暖かい時間に少量与えるぐらいで、えー、いいと思いますこれからねどんどん寒さが厳しくなってきたらもう1月2月になってきたら餌は全くあげなくてもいいと思うんですけどまだね今の時期だ だったらギリギリちょこっとあげてもいいと思うんですけど、あげるとしたら日中の暖かい時に少量ですね。朝とかは寒い時間帯はですね。もう今の時期だったらあげなくてもえー、いいと思います。もしね。どうしてもまあ、朝ちょっと上げたいよ。とかまあ、結構ね。あったかい日だったら、ほんの少しえ上、ー、げるぐらいでもいいですし。もう今の時期だったら週末のですね。あったかい日中だけでも全然オッケーです。まあ、ビオトープだったらこんな感じで水草とか生えて入ってますし。し、えー、微生物とかねえー。 とかが、ね、発生してそういったらを、ね、食べたり梅高も多少しますので全然ね週末の日中だけでも OK です。 逆にね、えー、餌の与えすぎによる水質悪化でメダカがね、死んじゃうっていう可能性が、えー、大きいです。冬場はね、活性が低くなってメダカもね、あんま動かなくなってきます。そうするとやっぱね、エネルギー消費もそんな多くないので、餌をね、そこまで食べなくても、えー、大丈夫です。生きていけます。なので、水面に出て、日中ですね、日中水面に出て結構活動してて餌ねだるようだったら、ほんのね、ちょびっとね、与えるぐらいで、えー、いいと思います。まあ、そんなね、冬時期にね、おすすめな餌をまた別の動画でね、詳しく解説しますし、まあ、早く気になる方はね、 過去の動画を見てもらえば分かると思うんですけどテトラのね切り身とかフレーク状のね餌がおすすめですなのでこれからの時期はねフレーク状の餌をあげるといいと思いますまあその辺のね、えー、いいどの餌がいいかっていう動画もまた後日出したいと思いますのでその辺はねまた後日詳しく解説しますが自分はねテトラの切り身を押してます まあちょっとね解説するとフレーク状なのでえ沈みにくくてメダカがね食べやすいのとあとフレーク状なので召喚がね若干いいかなって粒状のエサよりねいいかなって感じなので冬場はですねテトラのね切り身を自分はおすすめしています。 なので簡単にまとめるとですねこれからの時期、餌を与えるとしたら日中のあったかい時間に少量、えー、メダカが食べれる量だけですね、まあ、様子見つつですねちょっと上げて食べ終わったら、えー、もうちょっと上げるかなみたいな感じでまたちょっと、えー、でまこんぐらいにしていこうかなぐらいな感じで様子を見つつ与える方がいいです。一気にドバっと与えるのではなくちょっとずつ様子を見ながら少量与えるぐらいでいいと思います。 あとはまあお住まいの地域によりますけど、まあ、12月下旬から2月ぐらいですねもう氷が張るぐらいの、ね、寒さになってきたらもうね餌を完全に止めちゃいます、まあ、静岡県はね結構あったかいんで1月とかでも日中のかなりあったかい日でメダカがね活動していればほんのちょびっとだけ与える時もあるかもしれないですがまあ基本ね、ね、えー、もう与えなくてもいいですしもう寒い地域の方で、ね、十分かなり寒い場合12月もですね餌与えなくてもね、えー、大丈夫です。 えーまあ、我が家はもうちょっと与えますね、日中の暖かい時間にだけ少量与えるようにはしてきます、12月いっぱいぐらい静岡県はね暖かいんで少量だけ与えるかもしれないです。ででお次がですね えー、容器ですねできるだけね大きめな水量がある容器が、えー、いいですこれ今映ってる10リットルバケツでもね、まあ、大丈夫には大丈夫なんですけど初心者の方はねできるだけ大きな容器の方が、えー、いいです、まあ、静岡県ではこの今映ってる10リットルバケツでも全然越冬してくれますがまあ初心者の方とかね寒い地域にお住まいの方はできるだけ大きい容器の方が水質が安定しますし温度変化もね少ないですそれに、えー、水面はね凍っても水の底の方がね え結構ね、まあ、上よりは暖かくて、えー、深いところでねメダカも越冬しますので、えー、よりね、えー、安全に越冬できますまあこんな感じで、えー、40リットルこれ何リットルだこれ45リットルかな60リットルか60リットルぐらい、えー、まあそこまででかくなくてもいいですけどまあ大きければね大きい容器の方がいいと思いますので。 あと水深,です、ね、水深も結構大事なのでできるだけ大きな容器で水深が確保できる容器の方が、えー、メダカたちにとってはねえっ、ー、としやすいと思いますので初心者の方はねできるだけ大きめの容器で、えー、バケツとかよりは、えー、こういうねたらいでえっとさせてあげる方がいいと思いますただねよく使われている NV ボックスあれでもまあ静岡県だったら全然えっとできるんですけどあれ水深がないので、えー、NV ボックスか10リットルバケツだったら水深になるね10リットルバケツの方が自分的にはね安心してえっとが できると思いますがベストはこういうね、まあ、36リットル60リットル80リットル120リットルのねたらいですまあ30リットルぐらいあればね結構安心じゃないかなとは思いますあとはまあたくさんねメダカを入れすぎない方がねいいですねでみ 3つ目はまたよく聞かれるのが水替えですね。水替えはした方がいいのかしない方がいいのかですが、基本ね、えー、触んない方がいいです。自分はね、冬場は水替えしない派ですね。一切水替えしないです。まあ、するなら、足し水はね、結構ね、冬って乾燥するんで水蒸発するんですけど、まあ足し水はね、します。まあ、ちょっとずつ、ちょっとずつ、まあ、そんなね、一気にドバドバ入れずに、ちょっとずつね、足し水するだけで、水替えはね、えー、しなくていいです。まあ、餌もね、まああげなくなりますし、 えー、そこまでね水の汚れもひどくならないです。えー、なのでねあんまいじらない方がいいです。どうしてもねメダカの調子が悪くてこれ水かえしなきゃやばいなって時は、まあ、そこの方のね汚れを、うん、半分とか3分の1ぐらいね、えー、するぐらいの方がいいと思います。基本はあんまいじらない方がいいです。えー、メダカ容器、ビオトープねあんまいじらない方がいいので水かえはあんまりおすすめしません。なので、えー、水かえはしません。 あとは特別ね、冬対策用になんかこう波板をかぶせるとかプチプチで緩衝材で周り囲ってあげるとか対策なんですけどそういうのはね我が家は一切しません。ね。まあ、静岡県であったかい っていうのもあるんですけどメダカで基本寒さには強いしかなりねえ丈夫な魚で日本の魚なんで特別ね、ね、え、糖、ー、対策はしなくてもいいですそういうふたとか緩衝材でくるむとかねよっぽど、ね、寒い東北とか北海道とかそっちの地域だったらもう雪がめちゃめちゃ積もる豪雪地帯とかだったらした方がいいと思いますがそこまでね雪が大量に積もるとかじゃない、まあ、関東より西の平野部とか。 でしたら特別ねそういう波板かぶせたり緩衝材をぐるぐる巻きにしたりとかねめちゃくちゃ寒い場所じゃない限りはしなくても大丈夫だと思います、まあ、水面はね氷張っても先ほど言いましたがそこの方でメダカや、えっとしますのでメダカがね凍らなければ基本大丈夫です、えー、なのでもうたらい全部凍っちゃうとことかだと、えー、やんなきゃいけないかもしれないですが基本的にね、えー、日本の魚なんでそこまでね対策はしなくても大丈夫です寒さにね、えー、結構強いので、えー、問題ないです でえ次はですねビオトープですねビオトープで育ててる場合、えー、どういった、えー、お手入れ管理をしてあげればいいかというと、まあ、ビオトープもね基本放置で大丈夫です基本的に先ほど言ったね管理で大丈夫なんですけどまあ死というんだったらばあんまり触んない方がいいんですけど青緑とかがね発生してくるとですねその青緑に引っかかってですねそのまま死んじゃうメダカとかが出てきますので、まあ、ビオトープで管理されてる場合は青緑の除去とかあとあれですね え水草がまあ冬なんであんま茂りすぎることはないと思うんですけどまあこれちょっとジャングルビオトープで結構茂ってるんですけど水面のね確保をしてあげてください、えー、水面がねないとメダカ冬でもね結構日光浴してたりして日当たりがいいのが好きなんですよなんでこんな感じで一部ねこんな感じで水面が出る場所も必ず作ってあげてください あんまねモサモサになっちゃって日がね完全に当たらなくなっちゃうとメダカの、ね、調子も良くなくなってしまうのでこんな感じでねある程度開放水面も作ってあげて青緑を除去してあげて枯れた葉っぱなどをね除去してあげてください枯れた葉っぱとかね多少水質悪化になりますので枯れた葉っぱとかのね除去もしてあげてください、まあ、隠れ家とはねビオトープだったりいっぱいあるんでそういう葉っぱとかは取っちゃっても全然問題ないですであとはちょっとね今話しましたけど日当たりがね 冬場でも自分的にはねこれねちょっと意見が分かるんですけど日当たりのいい場所だと温度変化がね、えー、昼夜のあってあんま良くないっていう方もいるんですけど自分はねメダカ結構ね日当たりがいいとこの方がねえっと重いんじゃないかなと思ってます。 ここはねちょっと意見分かれると思うんですけどで,できるだけ、ね、日当たりのいいとこに置いてあげてくださいでまあメダカまあそうですね日当たるこ日が当たることによってねビタミンも作られますし日中とかね日が当たってあったかい時間帯はこんな感じでえ結構活動もしますでまあその温度差って言いますけどまあ多分ねこのクソ寒くなってきたら、うん、日中でもね夜間でも結構 そこまでね変わんないですし、まあ、底の方と上の方ではねやっぱ違いますので。 まあ自分はね、大丈夫じゃないかなと思います。えー、自分は日当たりのいいところで越冬させた方が、今までね、成績が良かったので、日当たりのいいところで越冬させた方が、えー、いいと思います。まあ、気になる方はね、まあ、午前中だけ日が当たって、午後からはまあ陰ってくるような、まあ、そこまで温度変化がない場所とかに置いとくのもね、いいと思いますが、自分はね、そこまで置き場所は気にしないですね。ガンガン日当たるところで置いといても越冬しますし、まあ、多少ね、日当たりが悪いところでも越冬しますので、えー、そこまでね、自分はね、 うーんむしろ日当たりいいとこの方がメダカ活動してていいかなと思います。ま餌切りのタイミングとはねまた難しいかもしれないので、まあ、自分のね地方ですけど、まあ、YouTube とかねではねまた餌切り始めましたとか餌はもうやめましたとかまた動画アップすると思いますので是非ねチャンネル登録の方をお願いします。 ま簡単にまとめるとですねエ、えー、サはですね日中の暖かい時間に少量だけ与えてもし朝とかはあげず、えー、これからね寒くなってきた1月2月寒さが本格化してきたらエサはもう与えない、えー、できるだけ大きめの容器で育てる水替えはせずに足し水だけあとは、えー、ビオトープの青緑の除去や枯葉の除去それなりに日当たりのいいところで育てるぐらいでメダカね、えー、全然丈夫なんで、えー、育ってくれますし、えー、冬をね 越してくれますのであまり皆さん神経質にならずに、えー、冬もね、えー、メダカライフ、えー、楽しんでください、えー、本日も動画最後までご視聴いただき誠にありがとうございます本当皆さんいつもコメントやグッドボタンありがとうございますまたねヤフオクでスリアン水生植物購入してくださった方もありがとうございますまたね来年も販売しますので、えー、ぜひね、えー、楽しみにしててくださいまた最近ですね、まあ、最近ってってもちょっと前なんですけど えー、サブチャンネルの方のね観葉植物チャンネルの方で、えー、また久しぶりめちゃめちゃ久しぶりにね動画出しましたのでまだ見てない方はね是非、えー、そちらもご覧になってみてくださいむしろね最近チャンネル登録された方とかねサブチャンネルがあるのも知らないと思いますので是非是非そちらも見てください観葉植物もね育ててますのでそっちでね いろいろやってますしまたね近々、えー、観葉植物あの例のですね前1万4,000ぐらいで買ったモンステラですね結構レアなモンステラが成長してきましたのでそちらのね成長動画もアップしようと思いますので、えー、ぜひねチャンネル登録の方をお願いします。 12月になってきてね、一気に寒くなってきて、もう今年もね、終わりで早いですね。まあ、先月の話になるんですけどね、先月、ワンピースとですね、漫画のハンターハンターが出てね、めちゃくちゃ嬉しかったですね。もう、ハンターハンターなんて4年ぶりですかね、4年ぶりか5年ぶりぐらいに最新刊やっと出ましたので、めちゃめちゃ面白かったです。<laughs> というね、雑談もたまにはね、挟み込んでみました。えー、ではまた。